なんか鉛筆のタッチを中立に再現してますね。手書きの場合は最初は尖った鉛筆ですけど、書いてるうちに丸くなってくるじゃないですか、鉛筆の芯が。あ、確かにそうですね、うん、でもこれだとならないです、うん、絵を描くときってそれすらも利用するんですよ。丸くなってきてるからこういうのを描こうってでもデジタルだとずっと尖ってる。面白い。案外次のバージョンで進化してくるかも、それはあるかもしれない。よろしくお願いします。毎度。前回ワコムの新チックプロタブレットを、まあ、ペンディスプレイを使ってもらって、まあ、ロボットを買ってくれました、はいはい、で今回は iPad Pro を改めて Apple Pencil は比べてみるとどういう書き心地の違いとかあるのか試してもらえますか、うん、はい。ソフトは同じですけど、うん、iPad 版なので多分鉛筆ツールと G ペンツールは同じで、調整は一回ここをクリックして、ここですか、はい、うん、で上のボタンもそのブラッシュサイズ、うん、今6になってますね、はい、でテーブルへ補正は自由に0とか必要あれば、うん、多分 Apple Pencil だとそんなに必要ないかもしれない、うん、なるほど。じゃあどうぞ。はい、もう薄く書いてますねで自分は iPad Pro は持っていないですね、ええ、今の鉛筆はもしかしたら私が調整してみた鉛筆なので、もしこのラフペンシルが、こっちの方がちょっと太くてか擦れた感じになりますから、もうちょっとシャープでもいいのかな。はい、じゃあさっきのこれが欲しかったらどうぞ使ってください。消しゴムはこっち。あ、確かに Apple Pencil だとないんですね、で今は多分指でおなってます。わあ、便利便利。わあ。多分ワコムのシンチックプロと比べたら、うん、これの方が反応が早いですね。うん、そんな変わらないかな。うん、ああ、確かに言われてみれば。うん、なるほど。画面がしっかりしたガラスの感覚ですね。そうですね、まあ、これも保護フィルムはつけることができるんですけど、うん、まあこれはこれで慣れれば全然いいんじゃないですかね。結構慣れたから別に保護フィルム使わなくていいか。始めたばかりですけど、もう何かすぐ分かった違いはありますか、うん、まあやっぱり質感、こっちの方がダイレクトにあの線が出てきてくれる感じですかね。なんか Apple Pencil の方が鉛筆と同じ細さで見える状態で描けますね。そうですね、なんかこのワコムのペンが太くてちょっと見えなくなっちゃいますね、書いてるところ。なんとなく薄く書いても iPad の方が見やすい気がします。うん、まあそうですね。でパソコンと同じように反転ボタンがあります。まあ反転させたところでこれはあんまし変わらないですよねそうですね。この iPad は10インチですけど、大きさが足りないとか感じますか？書くものにもよるんでしょうけど、今のところ不自由は感じないですね。うん、まあ、パッと見た目ね、16インチに使い慣れてると、あ、これ書きにくって思っちゃうんでしょうけど、うんうん、まあ、使ってみれば。そうですね。本当にネットのレビューとか読みすぎると、必ず大きいやつが必要と思っちゃいますね。うん、何を書くかによりますよね。そうね。このソフトでもレイヤーとか使えますので、もし上に別のレイヤーでやってれば、うん、あ、やってみましょうか。じゃあこのこれレイヤーパネルで、はい、でこの紙のようなアイコンをピックしたらレイヤー作れます。で、うん、下のレイヤーは青にしますか？じゃあ青にする。不透明度、うん、切り替えますか？うん、はい。やっぱり鉛筆ツールの方がいいかな。あ、本当に鉛筆だあ、鉛筆の方がなんかしっかりした線が引けますね。うん、
特にそういう長い線引くときにガラス感が感じますね。むしろ滑った方がいいかもしれませんよ。確かに。じゃあ有利ポイントもあります、うん、やっぱりなんか iPad の方が自然に書けている感じですね、うん、特にこの鉛筆ツールはさっさ引けますね、うんうん、なんとなく iPad の方がニュアンスが伝わる気がします、うん、まあもしかしたら慣れかもしれないです、うん、あれ？あ、今消しゴムツールになってる。色が白くなってる、うん、あ、白くなってる。長押ししたらその色がスポイットツールになる、うん、なるほど。移動させるときはこっちは日本の指ですね。そうですね。なんか鉛筆のタッチを中立に再現してますね。手書きの場合は最初は尖った鉛筆ですけど、書いてるうちに丸くなってくるじゃないですか、鉛筆の芯が。あ、確かにそうですね、うん、でもこれだとならないです。絵を描くときってそれすらも利用するんですよ。丸くなってきてるからこういうのを描こうってでもデジタルだとずっと尖ってる。もし案外次のバージョンで進化してくるかも、それはあるかもしれない。まあロボの頭部としてはこんなもんですか。ありがとうございます。ほうほうほう。まあさっきワコムの動画撮りましたから、うん、それでも多分 デバイスにさらに慣れましたと思うが、ね、やっぱり iPad の方が自然に。どうぞ、うん、感想を言って、まあ、お願いします、うん、ペンの滑りはやっぱり、うん、こちらの方がやりやすい。 iPad Pro の方が滑りはいいのかなって。あ、先端がそんなに尖ってない感覚なんだけどちゃんと書けてるなっていう感じなんで、うんうんうん、Apple Pencil は尖ってないのにちゃんと書けている、うん、そうですね。で、使いやすさとか何かコメントありますか。まあ反応がダイレクトですぐに伝わってくるので、うん、感覚的に馴染みやすいんじゃないですかね、こういうのは。こっちの方では鉛筆でやってみたんですけど、書き慣れてるせいか、あ、鉛筆面白いって鉛筆のツールで書いたじゃないですか今回これ、うんうん、だからいつも使い慣れてる鉛筆とまあ近いから、あ、まあ、書きやすいですよね。そうですね。このかすれだよっていうならこれの方がつけやすかった。まあ鉛筆だとね、そのかすれが表現されてるんで。ああ、スタイラスペンのなんか持ち方とか、まあ、これの方が太いから多分好きな人がいると思うんですけど、まあ、いつも鉛筆に慣れているからこれの方がなんか使い慣れている感じに近いな。あの、自分はあのすぐにここのスイッチ押しちゃうんですよ。そうですね。だから、あ、誤作動そう、アンドゥーとか機能が、うん、まあ慣れですね、うん、ただ今のアップルペンシルだと、まあ、後ろが消しゴムになってなくて、うん、代わりに指とか使ってて、うんうん、まあどっちもね、こっちの方が便利だろうと思ってそれぞれ考えたんでしょうけど、うん、どっちも使いやすいですよ。そうですね。本当は最新版の Apple Pencil はこうやってダブルタップするとこれが消しゴムになる機能がついてます、うん、私が古い初代鉛筆だからそういう機能がついてないんですけど、もし自分も買うんだったら最新版はそういう機能がついてます。いやー、アップルさん、そんな便利にしちゃダメだよ、人間がダメになるいくつかね、あの液晶のタブレット使う人も迷ってると思うんだろうけど、まあ量販店とか行って書き比べて、ぜひ自分に合ったものを見つけることをお勧めします。わかりました。はい、ありがとうございます。バイナラ。